皆さん、こんにちは。2023シーズンから SC 相模原の、新たな、新しいプロジェクトの、一人の担い手として、監督という重責を務めさせていただくのはずです。自分は、プロカテゴリーの、指導者監督という立場に、つく、そのクラブが僕が生まれ育った相模原のクラブだという、そこにもすごく、運命的なものを感じますし、その新しいプロジェクトも、自分はある意味ど真ん中に置いていただくことになると思います。しっかりその自覚を持ってチャレンジを楽しんで、勇敢に大胆にプレーをする選手とチームを作れるように一生懸命努力していくつもりですので、よろしくお願いいたします。ちょっと長くなりましたけども、挨拶をお願いします。